ヨーテブは2007年にアメリカ陸軍でオットーブの後継として採用されたボディアーマー。生産はポイントブランクボディアーマー社とベーシステムズ社。改良が続けられており、現在配備されているのは第4世代モデルとなっている。オットーブと比較すると、クイックリリース機能やサイドプレート用ポケットの追加、重量の負担を肩だけでなく腰にも分散させる。 装着方法の採用、裏側のメッシュ化による通気性改善など大幅な設計の変更が行われており、オットーブと共用できるパーツは上腕部に装着するダップスと股間に装着するグローインアーマーのみとなっている。迷彩はエイジやオットーブで採用されていた U シップを継続して採用している。オットーブと同じく拳銃弾を 阻止可能なソフトアーマーを前面に挿入できるほか、サピやイ、e、ーサピのようなセラミックプレートを前面と後面左右の脇腹に挿入することで小銃弾の阻止が可能となる。また、オットーブと同じくパルズウェビングが前面に装着されているため任務に応じて様々なポーチを装着することができる。今までアメリカ軍に採用されていた ボディアーマーやベストに使用されていたパルズウェビングは単色だったが、ヨーテブはパルズウェビングの部分にも迷彩が施されている。ヨーテブは軽量化も考慮して設計されており、オットーブとヨーテブのミディアムサイズ同士の重量を比較すると、ヨーテブの方が3.6ポンド軽い。しかし、カラーやグローインアーマーに加えて正面、後面、側面に、 サッピを装備すると総重量は30ポンドにもなるため、兵士の機動力の低下や疲労が問題となっている。このような問題を解決するため2010年に、ヨーテブよりも軽量な SPCS が採用されており、任務によってヨーテブと使い分けられている。また、同年に改良型のヨーテブも採用されている。なお、特殊部隊にはさらに軽量なアムバブが支給されている。 ポイントブランクボディアーマー社の用手部紹介ページ、ベーシステムズ社の用手部紹介 PDF、ハットジェネレーション、2インプルーブドアウタータクティカルベスト。ありがとうございます。